決めた。裸で行く。裸にバトルチョーカーで行く。新ポーカースタイル、裸にバトルチョーカー。俺は何も持ってねえ。俺はポーカーをしに来た。次で種戦終わるわ。1000枚で2万ゴールド、次成功したら20万ゴールド。イエース。おめえら見たくねえのか、俺が5万ゴールド一撃で稼いでるところよ。これが最後のチャンスだ。これおそらく1万9200ゴールド俺は手にしたところで、今日5万ゴールドは見れない。だがしかし、この賭けに勝てば今日中5万ゴールドは現実のものとなる。今だったら負ける気しねえけどな。ふぅー、あ、もうダメだ。あれだよ、インポテンスだよ。ちょっと待って、ちょっともう一回やるわ。もう一回1ゴールドから始める。延長延長、1ゴールド始めます。おう、やめられなくなっちゃったよ。おい、1ゴールドから始めるわ。俺は、ま、俺にはまだ早かった。床に落ちてるコインを集めるわ。まずは床に落ちてるコインを集めよう、みんなで。コインくれませんか。ちょっと1枚でいいんでコインくれませんか。コインください。なんだ、邪魔だ、向こう行け。コインを1枚でいいからください。コインをください。誰かコインをください。俺に次やれば勝てるんです。誰か僕にコインをください。必ずあの台は出るんです。よし、俺は戻ってきたんだ、あのステージにな。さっきはよくもやってくれたな。もう神には頼らない。俺、自分自身にしか頼らない。本当なんです、母親が腎臓の病気なんです。本当に捨
ステロイドで顔がムクムクなんです。嘘じゃありません。これマジだからな。うちの母親が今ステロイドで顔ムクムクになっちゃってんだよ。腎臓腎生検してるんだよ。頼むよ、勝たせてくれよ。お、一パチ、進行一パチ。よし、やめよう。とりあえず40枚やめよう。40枚やめよう。とりあえず40枚やめて。こっからだ。俺のサクセスストーリー40枚から始まるんだ。諦めるな。よし、この勝ち、この勝ちを積み上げていけ。この勝ちを積み上げていけ。この勝ちを積み上げていくんだ、俺は。この価値を積み上げていけ。塵も積もれば山となっていくんだ。この価値を積み上げることにより、おっし、これでいいんだ。よし、これでいいんだ。この価値を積み上げていくんだ。あー、もうやめてよ。お母さんが腎臓の病気なんだよ、本当に。バカが騙されやがったら、ああ、ちょっと待ってくれ。バカが何度でも、そう、俺は何度でも蘇る、そういう男だ。俺の名は加藤純一、覚えておけ。俺の名は加藤純一だ。覚えておけ。やめます。はい。いいえ。いや、お前、てめえ挑発してんのか、こんな野郎。あったろうじゃねえか、こんな野郎。てめえ、分かってこいや。本当によろしいんですか？まだ宝箱は開いていませんよ。やってやろうじゃねえか。どちらかが死ぬまでだ。積もうじゃないか。うちの母親の腎生検の手術代、170万。肘の高さまでだ。